入るよ。うーん、大丈夫？熱測った？ああ、今ちょうど測った。 37.7。 多分これもっと上がるわ。大丈夫？いや、おかんがひどい。いや、そうだよね、めっちゃ寒いって言うからさ、珍しいなって思って。貸して、ちょっと編集しなきゃいけないパソコンちょっとやばいわ。なんで風邪ひいちゃったんだろう。いや、このタイミングがね、明日会社だよね。あー、でもちょっと休むしかないな。これ会社行ったらちょっと迷惑だもんね。あー、ちょっと会社休んだ方がいいかもしれない。うん、まあ在宅でもちょっとできるところで業務して、うん仕事はするんかごめん、私風邪ひいても在宅で業務進めるタイプでごめんなさい。いや、てか明日から無理まま出張でしょ。大阪に絵かけに行かなきゃいけない。また内装デザイン。そうだよね、ちょっと無理用がやばいわ。いや、普段だったら全然いいんだけど、いや、ちょっとこれさすがにやばいからさ、うん、ちょっと無二を急で申し訳ないけど、じいじの家に預けられないか聞いてみるわ。あ、そうだね、じいじも。でも大丈夫かな、都合つくかな急に、うん、ね、ちょっとどうだろうね、明日月曜日だから。私もちょっと連れていけないんだよ。もちろんもちろん、ごめんね。ちょっと電話してみる。出るかな。あ、出た。もしもし。ああ、今日ムニを預かってもらいたいんだけどさ。いいよ、お風呂も家で入れるから。ちょっと俺が風邪ひいちゃってさ。だから家連れてこいっちゅうの。ああ、ありがとう。連れてきたら家全部風呂も入れるからいい。全部大丈夫？急だけど、まあ、平気だから。洋服だけ持ってこい全部で。下々と本当に明日平日だけど平気？平気だっちゅうの。連れてこい。1時半だろうが何時だろうがいいから。ああ、ありがとう、助かるわ。朝も食べさせるから駅全部。ああ、ごめん、助かるわ。はい、ありがとう。すごい。じいじ大丈夫なんです？申し訳ないね、なんかタイミングがね、私の出張の時にごめんね。いやいや、こちらこそ。どうしたんだろうね、気をつけてたのにね。とりあえず早くじいじのうちに連れてって、ちょっともう今日は申し訳ないけど預かってもらうわ。無二用に移っちゃうしね、そもそも。そうそうそう、それもやばいしね。今からじいじのうちに行きましょう。はい。もーにもーにもーによ。はーい、来たよ。お邪魔します。はい、どうした？どういう？え、お風呂入れようか。ちょっと洋服は全部、ね、パパが熱出しちゃって。お前は気をつけなきゃダメ。今日泊まって明日もじいじんだから。明日もじいじんだから。明日もじいじんだから。一泊で大丈夫だけど。なんで？平気なの？平気だよ。まあ俺のちょっと体調見て明日連絡する。今日泊まったら明日帰るの？明後日。今日ありして明後日泊ま、あと明日泊まってもいいよ。明日泊まってもいい。また連絡するよ。そうだ、またね。じいじはいっぱい泊まってほしいんだな。明日は朝何しようか。卵にパンにワン海苔納豆。肉食べる？こいつステーキは。肉ステーキ食べます。あ、じゃあステーキよく焼いたやつ。よく焼いて、あのいいのあるから。え、和牛？和牛だよ、もちろん。英語ランク和牛だって。お風呂は入れとこう。すいません、お風呂はちょっと入れてこれなくて。ああ、牛乳は買ってあるし、はい、牛乳も茎を買ったし、ヨーグルトはこれ。ありがとうございます。ヨーグルト毎朝食べてます。これね、こいつ、はい、あ、ブルガリア大好きです。じゃあ平気だ。じゃあこいついつも何時頃寝てんの？9時です。でもゴロゴロして9時になったりすることも多いです。うちらも風呂行ってきたから。なんか二度手間ですいません、ね、いやいやいや、俺が入れるから。ムニを最近自分で結構切れるんですよ。あ、そう。ガンガン切らせてみてください。切れるようになったんで。うん、うん、おお嬉しいな。ウェニー、ウェニー、なんか飲む？なんか飲む？なんか飲む？ヨーグルト食べるか。あ、お前よ、柿持っていきな。柿をね、もう箱いっぱいたくさん送ってきたの、山形から。すごい。何個持っていく？あ、もう十分です、十分です。もうそれだけでいい。はい、ありがとうございます、いただきます。すごい、ウニちゃんやった。ねえねえ、パンない？パンない。本当にやめて。パンない。パン食べるじゃん。パンない。パンあるよ。すいません、ヨーグルトあるじゃん、あなた。ヨーグルトパンちょっと食べる？ムニちゃん、ヨーグルトあるじゃん。コーンスープにパンやろうか。
これでパン食べない可能性あるんで、一旦パンのかけらを与えてみていただいてもいいですか。よいしょ。なんか気まぐれで言ってるかもしれないんで。マグマグマグヨーグルト。ママ明日から大阪行っちゃうけど大丈夫。明日じいじは2時間だけ病院だから、うちのが見てるから平気。じいじ病院大丈夫。検査だけだから。おきママ。おきママ。おきママの。ウニあれママだと思う？大切る。あれ見て私って言ってる。母って書いてんな確かに。ママ大切る。おママちょっと。ママちょっと。ママや。ママや。マなのあれ。ママいないね。ママじゃないよね。いないね。いないよね。ママいた。ママかな。似てる。似てるじゃん。子育てライフって書いてある。おねママいた。ママかな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 。ママに似てるのあれ。え、ねえねえ、リアル似てる？ちょっと似てるかも。怖い。この辺が。ここなら。怖い。モーニモーニモーニオ。ごめんねバーバー。ごめんね。モーニー七時。ごめんね、はいはい、いいよいいよいいよ全然。なんか喜んで喜んで。ちょっとパパ風邪ひいちゃった。パパ、うん、大丈夫か。明日目にママ出張だからさ大阪、うん、で俺がいれば大丈夫なんだけど風邪ひいちゃったから。いや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 、その時こそ家族じゃん。その時こそ家族じゃん。いやうちはね、お夜明日ね、あの天気いいから、はい、散歩するっていう。パパのお友達と一緒にみんなでね。助かるわ。ありがとうございます。ごめんね。大丈夫大丈夫、心配しないで。じゃあちょっとよろしくね。ごめんね。いいよ。だから明日泊まって、今日泊まって、明日も泊まってくさい。おい、ゆっくりゆっくり。肉の焼いた匂い、すごい香ばしい匂いがする。で、牛乳くるんじゃん。はい。うるさいよ。はい、まんじゅーい。じゃあお願いね。はい、いいよ。ごめんね。バーバもよろしくね。バイバイ。平気だ。もーにもーにもーにを。ちょっとね。俺風邪ひいてるし、ムニママも明日から出張で体調崩すわけにはいかないので、とりあえずね、まあまだひいてないと思うけど、風邪の引き始めのカッコンと買ってきたから、これ飲んでね、今日の夜から。そうだね、ちょっと飲んでた方が安心かもね。飲んだ方がいい、うん、ありがとう。そう、まあこれで大丈夫で、ちゃんと喉いたわってやれば。うん、唇痛いっていうからリップクリームも買いましたね、うん、なぜか痛いよ、うん、まあここまではいい。これ何？やっぱ気合い入れたいよね。いや絵描くときは自分で買え。じゃあ帰りますよ。はい、ちょっとね、はい、体調直してね、ムニをいないときに。ムニを預かってくれるだけでもうだいぶ気が楽。そうだね、本当に気が楽。ムニをに移したらね、めっちゃ長引くんだよ。そう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 、ムニをって。やばいから。そうだから、もうね、ムニを安全なところに置いといて、うん、ムニママもね万全の状態で行ってほしいから、とっとと帰ります。窓全開です。はい、寒いけど。もしもし、もしもし、機嫌がすごくいいよ、お前ら帰った後に。あー、ほんと、お風呂は入れてくれたの？風呂入れて、今着替えさせても、うん、機嫌がすごくいいから。あ、ほんと。ありがとう。遊んでるからね。はい、あ、それを伝えてくれたの？何、カメラで？あ、そう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 。あ、分かった。さっき泣いてっから。あ、そうそう、泣いたからびっくりしちゃって。心配してたけど、ありがとう、わざわざ電話してくれて。全然もう機嫌がいい、もう全然。わざわざ報告してくれてありがとう。はいはい、ごめんね、申し訳ないけど、よろしくお願いします。切られた。なんかいちいちこうやって報告してくれるんだよね。そうだよね、うんち何回したかとか報告してくれるよね、うんうん、ありがたい。でも多分さ、心配してたじゃん、私もう胸を泣いちゃってるって言って、うん、だからかけてきてくれたんだね。まあ、そうだね、それを多分 ね気にして大丈夫だよって電話してくれたってことだよね、うん、いや本当に頼りになるおじいさんおばあさんでよかった。本当だね。え、こまめに連絡くださるから安心するよね。テレビ電話来た。ありがとう。バイバイ。ありがとうね。ありがとうございます。バイバイ。お兄ちゃん、バーバーありがとうございます。お兄ちゃん、ごめんね。バーバーよろしくね。気をつけて頑張って。
張っていきな、失敗しないでね。ありがとうございます。はい、気をつけてね。すごい、はい、ありがとうございます。ありがとう、バーバー、ありがとうございます。無理なことは失敗しないで。ごめんね、早く良くなるわ。はいはいはい、ちょっと悲しくなっちゃうかもしれないから、はい、バイバイ。ダメだダメだ、はい、元気なこと見せようと思って。あ、はい、いや、すごい、あの、安心しました。もうすぐ大丈夫になるから。はい、ありがとうございます。はい、はい、失礼いたします。はいはい、優しい。泣いてないよ、安心してねって見せたくてってかかってきたけど、私を見た母乳が泣くっていう事態が発生したよね。まあまあ、あっこうって言ってたもんね。うん、なんか顔見せちゃダメなんだよね。そうだな、まあ、母乳もいい子だよ。そうだね、本当に助かるわ、うん、みんなだけ、うん、協力してね、育てられるっていうのはありがたいよね。本当にありがたい。タイミング悪かった、うん、俺が風邪ひく。でもなんか、まあ、英断だったと思う。もうすぐにムニオを連れてって風邪うつさないで。うん、ムニムニムニオ。ただいま、大丈夫？ちょっとね、大事を取って明日は会社も休みます。一日中寝とこ。明日の仕事で商談が2件あるんだ。でもオンラインにできる。相手があることだから会社は休むけど商談はします。うん、でもリモートだから誰にも迷惑がかかりません。会社にも迷惑かからない。うん、そういう風にしたいと思います。うん、明日はゆっくり休んで明後日には万全の状態にしたいなっていう風に思います。だからムニママはね、気にしないでもう大丈夫だから。うん、明日ね、大変な日だからね。明日の絵の仕事はすごい大きいやつでしょ。今までのやつの中でも一番大きいんだよね。一大プロジェクトだね。そうだよね。もう朝一ってすぐ下書き丁寧にやって書き始めるのが昼にできたらいいな。満喫で。また満喫行くの？あの、満喫行くのは絵から離れたくないの。近くにいたいの、絵の。やっぱ満喫の方が至る所にあって融通が効く。撮ってくれると思うけれど離れたくないから、もうすみませんが私気にしないでくださいって言ってる。職人だね。僕は寝ます。寝てください。おやすみなさい。おやすみなさい。もうにもうにもうにを。おはようございます。おはよう。本格的に風邪が悪化してるから送ってあげたいけど、一人で行ってきた方がいいかも。朝熱上がったら38度超えてたんだよ。今マスクしてるからあれだけど、車で密室で移ったらやばいから。荷物だけ駅に運んであげる。そしたら俺それだったらできるわ。ありがとうね、送ってくれて。いや、なんだかんだね、荷物見たらめっちゃ重いからさ、乗り換えなしで1本で行ける駅まで。ありがとう。いや、全然送るのはいいんだけど、移ったら嫌だから俺。まあでも早め早めに無理を預けて、会社も休むって段取りもつけているからよかった。うん。なんだかんだ無理ママもね、大阪行くから俺一人になるから、その間にちゃんと直せるから。うん、そうだね。みんなに迷惑かかるから。家族一人ね、潰れたらもう立て続けにドミノ倒しだから、ね。俺しか家にいない状況だったらね。隔離だね。ジージにもらった韓国の最強マスクですよ、これ。うん、ガスとかも防御するっていう。おー。じゃあ行ってらっしゃい。ありがとうね。気をつけて。ありがとう。はい。ムニママを最寄りの駅まで送り届けました。窓全開にして換気していったんで、サージカルマスクしてムニママにもしてもらって。だからまあちょっとの時間だから大丈夫だと思うけど、いやでも実際結構しんどいんですよ。朝熱上がったら昨日より上がってたから、さっきも言ったけど、帰ってもうちょっと寝て、まだ全然暗いんで5時とかなんで今。お家帰って寝て起きたらちょっと会社休ってるんで、内科行ってちゃんと検査しようと思います。もうにもうにもうにを。はい、お家に帰ってきました。ムニママをね、無事送り届けられたので良かったかなと思います。熱もう一回測ってみたいと思います。結構寒気がするからな。カッコン灯とか買ったんですけど、カッコン灯じゃない気がする。もうムニママにはね、カッコン灯持ってかせたんですけど、僕はちょっと病院行かないとやばいと思います。測れました。今測ったら 37.5 度。ちょっと下がったな。朝測ったら38度超えてたんですけど、でこの体温計もなんか当てになんないっていうか、ちょっともう一回測ろう。ガチで体調悪いわ。皆さんもね、季節の変わり目なんで気をつけてくださいね。よし、測れた。今測ったら38度一部ありますわ。いやーちょっとやばいな。ちょっと朝9時過ぎたらね、内科行こうと思います。家の近くに。ちょっと寝ます。一旦カメラ止めます。はい、おはようございます。朝になりました。今朝の9時ですね。病院行く前に熱をもう一回測っていきたいと思います。 38.6。 やばいな。体が熱いのが自分でもわかるんですよ。これ普通の風邪なのかな。全然良くならないんで病院に行きたいと思います。もうにもうにもうにを。
今家の近くの内科に受診して、念のためですねインフルエンザとコロナウイルスの検査の方をしてきました。でその結果に関しては幸いなことにインフルエンザもコロナも陰性だというところなので、その点についてはとりあえず良かったです。知らなかったんですけど、まあ、薬不足がすごいらしいですね。飲み薬処方してもらったんですけど、もらえたのロキソニンだけなんですよ。ロキソニンって鎮痛剤でしょ。まあ解熱効果もあるのかもしれないけど、喉痛いとかそういったところは効かないんじゃないかなと思って、市販のね総合風邪薬を持ってるので、まあちょっとそれを飲もうと思います。ちょっともうね自分の判断でいいのか分かんないけど、とりあえずルルアタック EX プレミアムっていうね市販でおそらく一番いいであろう総合風邪薬買ったんで、ちょっとそれを飲んで耐えしのごうと思います。ジージとバーバにちょっと今夜もムニをやっぱり預けなきゃいけないかもしれないから電話しようと思います。出るかな。あ、ごめんごめん。あ、何？明日迎えに行くとしたら、明日夜でもいいし、明後日でいいじゃないの。明後日はやばいでしょ。吉見いつ帰ってくるの？まだわかんない。あの、明日帰ってこれるか明後日になるかまだわかんないって。だからわかんないんだったらいいじゃない、明後日で。俺が明日体調が治ってたら迎えに行く。あ、誰だろう、風邪ひいてるから移る。デリデリや。うん、俺が風邪治ったら連絡する、また、はいはいはい、うん、いっぱい食べてるの、ムニを。もうめちゃくちゃちゃんと食べてる。何食べた？今は銀だらにご飯、納豆、同心粉ちょこっと切ってさ、ポテト買ってきて、ポテトも食べてる。全部食べてる、もうお腹パンパン。あ、なんか声聞こえるけど、はい、ありがとうね。お風呂あと入れるから。あ、分かった。あ、いいよ。うん、じゃあまた連絡するね、ありがとう。切られた。今ちょっとジージに確認の電話したんですけど、案の定楽しそうです。明日もし風邪が治ったら迎えに行くって話したんですけど、明後日でもいいみたいなね。明後日まで泊まったら4日間ですからね。さすがにやばいだろうと思うんですけど、本人たちはなんか幸せそうで良かったです。ムニオもねいい子にしてくれてるみたいで、ジージもバーバもムニオにご飯たくさん食べさせてくれてるみたいですし、公園でもいっぱい遊んでくれたみたいで。僕の風邪をね、移さないために実家に預けてるわけなんで、体調が万全にならないとね、迎えに行っても意味ないと思うんで、明日の様子見て、体調が完全に治っていたら迎えに行きたいと思います。それでムニママともね、LINE 交換してるんですけど、さっきジージもね、気にして聞いてくれましたけど、結構ね、絵が大変みたいで、明日中に終わるかもわからないっていう状況らしいので、もしかしたらね、2泊3日の仕事になっちゃうかもしれないみたいです。こっちも連絡取り合って、状況把握したいなっていうふうに思います。じゃあ僕はこれからね、ちょっとこんな体調ですけど、食べれるものをちょっと今から食べて、栄養ドリンクと風邪薬、また補充してきたんで、これ飲んで、ゆっくり休んでいきたいと思います。はい、おはようございます。あれーマジムニカ、そっちにぶつけたったじゃん。ジージとバーバーだよ。いいの？いいんだよ。いいんだよ。ムニ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 よ、ムニオくん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 。